どうも、テムテムトリップのイッチーとふっくんです。さあ今回なんですけど、山形の庄内空港、はい、ここですね、はいはい、ここに来ております。これからですね、レンタカーを借りてまず向かうのが十六羅漢岩っていうところにこれから向かいたいと思います、はい、山形というと、銀山温泉とか蔵王とかいっぱいあるわけですけど、はい、もう全部それはですねポイッとやって、今回はね庄内周辺で面白いところをね、はい、ちょっと探していこうかなと思いますので、はい、ぜひこの後も動画の方見てください。今回なんですけど、はい、ジェットスターさんの片道174円のプランで今回来てるんですよ。すごいね。すごいですよね。めちゃくちゃ安いと。でそのプランがあのフライト時間が決まっているの で、はい、でそのプラン内でね今回ねいろいろ回っていきたいと思うので、はい、参考していただければと思います、はい、では早速行ってきます、はい。よかったよね。そうだね。まあ、でも一応ね、この季節だと多分スタッフが履いてくれるんでしょうね。あ、そう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 。レンタカーね。レンタカーは勝手に、もう標準装備らしいんで、天才気をつければ。でも全然ね、あの寒いかなと思ったけど、寒くないよね。そう、寒くない。全然余裕。あんま変わんないんじゃない？むしろ。全然変わんないよ、多分ね。むしろ、向こうの方が寒かったじゃないかぐらいな感じよ。確かにな。はい、ということで、はい、十六羅漢岩に到着しました。ここは十六羅漢岩なんですけど、はい、なんか22体の像がずらっとね並んでるみたいで、それを今から見に行きたいんですけど、おありますね。ここに十六羅漢って書いてますね。この先にねあるっぽいですね。十六羅漢岩はなんか漁師の方が死んじゃって、はい、それを龍馬のために作ったみたいです。ああなるほどね、うん、明治時代ぐらいに。そうそうそう、古いやつですね。作られたんだよね、はいはい、なんで十六なのに22個なんだろう。どうやって作ったか分かりますね。うん、こんな感じで広場なんですけど、今のところまだ岩も全くないですね。いやーすごい広大。これが避けるね。はい、ラブいい感じだ。すごい最高だわこれ。すごいね。日本海、日本海やばいっすね。早速じゃあちょっとこっちで合ってるのかわかんないですけど行ってみましょうか。あ、でもほら、お、これじゃん。あ、ほんとだ。これだよ。来た。これ。ここ。これ見えるかな。多分まだあんま映ってないかもですけど、顔になってるんですよね。じゃあせっかくなんで行きましょうか。おお、すごい。なるほどね。これが十六羅漢岩ですね。そうですね。これずらーっとね、この銅像がね、一体化してるんですね。このね。まあ、ちょっとこっち行ってみようか。はい。場所クヒ。名称デワフタミ。多分馬蝶クヒって書いてあることは木があるわけだよね。そうだね。木みたいな。馬蝶って言ったらさ、うん、奥の細道みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。奥の細道の舞台となったのはどこなんですか。東北ですね。あ、東北、あ、そう、東北か。多分。ということで歩いてきまして、これが馬蝶クヒですね。文字が書いてあるんですけど、多分映ってないかもしれないんで読み上げると、熱熱なんとか山や吹裏かけて夕涼みみたいなかな。そうですね。ちなみに芭蕉クヒはあのここだけじゃなくても他のところにもあるみたいなんで。はい、全国にあるってことですね。そうですね。多分あそこに建立とか書いてあるから、はいはいはい、何個かはあるんじゃないかなと思うんですけど。はいはいはい、いろんな人が作ってるとか。なるほど。すげえ。はい、ということで三居倉庫に到着しました。2カ所目ですね。じゃあ早速、今から三居倉庫見ていきたいと思うんですけど、はい、ここはですね、博多って米で有名で、その三居倉庫っていうのはその米を保管している倉庫、その倉庫がまあずらっと並んでるんですよ、この後ろにね。で欅並木と一緒にこうずらっと並んでるところが映えらしくて、今からそれを見に行きたいと思います、はい、すごいね。
すごい。そう、見てください、これ。いやー、綺麗ですね。これずらーっとね、いくつあるんだろう、もう10個以上ありそうですね。先までずらーっと。適当じゃないかよ、見てねえじゃねえか。たぶん11個ぐらいありました。11個ぐらいあった。おぉ、ライトアップされてるところはちょっとね、はい、ちょっとしたデートスポットかもしれないですね。そうですね、いいですよ、ここは。この中に米が貯蔵されてるという感じ。米の保管庫ですね。なんか、まあ、わかんないけど、これ裏側っぽい。気のせい。欅並木沿いって書いてあったんだけど、欅並木がこっちがないじゃん。あ、そうだな。そう、だから向こうがせいなんじゃないかなと思ってんだ、勝手に。なるほど。うん、ちょっとじゃあ反対側に行きたいと思います。正面は来たんですけど、欅並木って書いてあるんで、やっぱり反対側が正しいっぽいですね。でもこれ見るとえ、暗っ。何も見えないよ。闇なんだけど、これ GoPro 無理だよ、さすがに無理。こっちは無理よ、多分。明るいとこ行かなきゃダメだね、これね。こっちはそうですね、あの裏側はナイトで、うん、こっちはデイですね。そう、なんで英語で言ったのか分かんないけど、ナイトはデイ。はい、ということで、1日目の夕飯ですね、はい、山形で有名なんですね、ここ有名みたいですね。ニューシャンハイっていうラーメン屋さんですね、はい、ここに来ました。はい、辛味噌を使ったラーメンですね。なるほど、それ行きましょう。じゃあお腹空いて行きましょうか。はい、こんな感じです。かかと辛味噌ラーメンとかかとラーメンを注文しております。すごいね、すごいの来てるから。こんな感じです。僕が、はい、かかとラーメン、はい、かかとラーメン、これ醤油ですね。醤油です、なるほど。こっちが牛舎内の一番の推してるメニュー。そうだね、多分これが入ってるね。赤と辛味噌だ。うん、チャーシューも分厚くない？やばい、めっちゃ美味しそうだよね。いただきます。いただきます。スープね、まあスープ、僕いつもスープないから辛っ、うまっ、めっちゃうめんねんけど。マジで辛いの好きだからさ、やばっ。いいわ、いい。めっちゃ寒いですって感じだよ。いや、めっちゃ美味しいね。定期的に食べたい。こんな違うんだね、なんですね。コーヒーさんの汗が止まらない。そうだよ、結構辛いね。辛い、これ最高だ、この辛さ。さあ、今鶴岡駅前にいるんですけど、僕たちはこれからあの駅前にあるアパホテルに泊まりたいと思います。おお、やば、ありがとうございます。あ、綺麗です、超綺麗。テレビでかいし、え、めっちゃ綺麗や。うーわ、これやべえわ。そしてこうなんだね。あ、やばい、あ、めちゃくちゃ綺麗ですね。さすがだな、やっぱり。いや、クラゲの展示で有名な、カモ水族館というところにですね、はい、向かおうとしております。やばな、これ全部クラゲで、この泡、このこれ汚れじゃなくて全部クラゲです。そう、すごくない、これ。めっちゃ綺麗ですね、これ。やばい、なかなか見ることができないらしくて、はい、楽しみだね。ですね、来て。あ、海ですね、すごい。やば、めちゃめちゃじゃん。